それでは B メロのコード進行をやっていきましょう。最初が F メジャーセブンス、左手がファ、右手はラ、ド、ミ。これを親指、人差し指、薬指で押さえます。B メロの流れはピアノがですね、8で1 and 2 and 3 and 4 and、 このように弾いていくんですが、コード進行を説明するときは四部で簡単にして説明したいと思います。 F メジャーセブンスが4小節、これがそれじゃあそれじゃあまたね、そしてまたねで E マイナーセブンス、左手がミ、そして右手はシレソト、そして2 3 4のタイミングで A マイナーセブンスの9th、左手がラ、右手はシドミソ、そして次が D マイナーセブンス、左手がレ、右手はラドファ。これを親指、人差し指、小指と1 2 3 4のタイミングで G 分の D マイナーセブンスのフラット5、左手はソ、右手はソシャープ、そしてドそしてファ。これを親指、そして人差し指、小指で押さえます。これが3小節目までの流れで F メジャーセブンス、そして E マイナーセブンスから A マイナーセブンスの9th、そして D マイナーセブンスから G 分の D マイナーセブンスのフラット5。これでそれじゃあそれじゃあまたでしょうねの瞳は汚れ5時の鐘は鳴り響、そしてここから響けともう聞こえないのところですね。 C メジャーセブンス、左手がド、右手はソシミ、これを親指、人差し指、小指で押さえます。これが C メジャーセブンス1 2、そして次が G マイナーセブンスの 13th、 左手がソ、右手はラのシャープ、そしてレ、そしてミ。これを親指、中指、薬指で押さえて、そして次が F シャープセブンスのフラット5、左手はファのシャープ、右手はソシャープ、そしてド、そしてミ。これを親指、人差し指、薬指で押さえます。これで4小節間の流れができました。ピアノだけで弾いてみますね。そしてまた F メジャーセブンス、そして次の E マイナーセブンスも同じように弾いて、次の A マイナーセブンス、ここは普通常の A マイナーセブンスになるので、左手はラ、右手はドミソと押さえてあげてください。そして次は D マイナーセブンスから C 分の D マイナーセブンスという流れになるので、まず D マイナーセブンスは左手がレ、右手はラドファと親指、人差し指、小指と押さえます。1 2、そして C 分の D マイナーセブンスのところは右手は同じで、左手がレからドに下りて、そして B セブンスのフラットナインス、左手が C、 そして右手はラド、そしてレシャープファシャープ。これを親指、人差し指、中指、そして小指で押さえます。そして E マイナーセブンスの 9th、 左手がミ、右手はソシレ、そしてファシャープ。これを親指、人差し指、中指、小指と押さえて、最後は A 分の E マイナーセブンス、左手はラ、右手はソシレミと弾いてあげて、ここからサビのコードに行く流れになります。では5小節目からの流れをまずピアノのみで弾いてみましょう。
流れになります。この流れで、それじゃそれじゃまるで全部終わったみたいだね。お間違い先は長い、忘れないから、あー全て忘れて帰ろう、という流れになります。では8小節の流れをピアノのみで弾いてみましょう。という流れになります。次回はいよいよサビの流れになりますので、イントロそして A メロ B メロの流れをしっかりと弾けるように練習しておいてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。